2017明治安田生命 J3 リーグ第12節、鹿児島ユナイテッド FC 対福島ユナイテッド FC のユナイテッド対決となりました。両チームの選手たちが入場してきています。そして長畑前に出した、ここは抜けていった、藤本オフサイドはない、そのシュートを決めた、先制点鹿児島、見事な抜け出しでした。藤本のゴールです。鹿児島先制1対0。前を向いてエリアの中、鹿児島に出してクロス上げてきた、中央のところヘディング、キーパーよく抑えました。最後は13番三橋のヘディングでした。ゴールキーパーの山岡ナイスセービングを見せました。指導のボールはナソンス、鴨志田が行った、奪った、シュート、ここはクロスバーでした。鴨志田が素晴らしいシュートを打っていたんですが、わずかに枠は捉えられませんでした。中央に行く、ヘディング流れたが、キーパーパンチング、ここはないと見事な判断でした。蹴るのは松下、中央ヘディング決めた、最後決めたのは上本大会、2点目を取りました。2対0としました鹿児島。前半の42分、セットプレーから鹿児島が2点目を取りました。縦に出してきた、飛び出してくるナソンス、クロス上げた、シュート、わずかにバーの上でした。最後は松下が飛び込んでいました。縦に出した、さあここ三橋に渡る、中アレックス1枚、橋本も入る、クロス上げてアレックスのヘディング、最後は足でいったかアレックス。ボールを預けた、中3枚から4枚、クロスかシュートか、直接決まった、遠目からのシュートか、15番の平野シュートで1点返しました。鋭いシュートが山岡の頭上を打ち抜いていきました。左に出してここから上がってこれるか、欲しい、平も上がる、シュート、わずかに左に外れました。星が最後自分で持ち込んでシュートまで行きました。森がボールを取って藤本が後ろから行く、倒れて、ここはホイッスルありません。関、長畑、滑っていた茂木です。ここは茂木がイエロー、失礼、レッドです。茂木がレッドカード、退場になりました。長畑に対して滑り込んでいった茂木のプレー、これがレッドカードの対象になって茂木退場。そしてここで長い笛、鹿児島ユナイテッド FC 逃げ切って連勝、勝ち点3を福島ユナイテッド FC から奪いました。